6月4日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて85円86銭安い2万トンで325円2銭でした。続落ですね。朝方プラス圏という時間帯も一瞬あったんですが、その後ずるずると売り物に押されてマイナス転落しました。トピックスも昨日に比べて 6.47 ポイント安の 1492.49 でした。マザーズ指数の下げがきつく、昨日に比べて12ポイント安、パーセンテージにすると 1.4% 安。ジャスダック平均は昨日の終値とほとんど変わらずに92銭安でした。いずれにせよ東京市場は売り物先行といった4指数の動きでした。日経225冷やしチャートをご覧いただきましょう。こちらですね、日経平均株価、昨日はついに4ヶ月ぶり、2月以来4ヶ月ぶりの安値ということで2万500円のボーダーを割り込んでいます。今日もなかなか戻せません。むしろ朝方買い物先行した後はずるずると売り物に押されて陰線をつけています。米中ですとか米メキシコの話に加えて、ヨーロッパでも政情不安、そしてさらに昨日についてはアメリカの司法当局が IT 企業ですね、 Facebook とか Amazon などに独占禁止容疑で捜査に入るなどと報じられました。これを受けて市場センチメントが悪化しています。アメリカの市場では昨日ハイテク株比率の高いナスダック指数が 1.6% の大幅安、そして個別株でもアルファベット Google の親会社ですが、Google が 6.1%、 Facebook が 7.5% の急落を演じています。それを受けてアップルですとかハイテク関連とされる銘柄、例えば6981村田製作所なども今日はなかなか資金が入ってきません。頭を抑えられた格好で4502円と、この他 TDK など電子部品のところですとかハイテク株が今日はやや値の重い冴えない売り先行の展開となっています。またこうしたリスクだらけ、リスクの話しか聞かないような相場の中で反転攻勢の核になると思われていたスクエアエニックス、今日の動き見ておきましょう。9684スクエアエニックスです。昨日初のスマホ向けとなるドラゴンクエストの新作を発表しまして、昨日は5倍一段高して終えたんですが、このところ続伸急騰続いてきたということで、さすがに今日は売り物先行です。朝方高く寄りついたものの、高値でリグってる向きもあるのかもしれません。このように売り物に押されて午前中の取引を終えまして、結局午前中としては 1.4% 程度の下落で終えています。ドラクエの新作期待といったところで、第2のポケモン GO 相場のようになるのかならないのかといったところでありますが、今日は一旦小休止となっています。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。